さあ始まりました漫画愛あふれるコミックシーンをプレゼンツの声優漫画バラエティー、せーの、わちゃわチャンネルでーす。さあ皆さんもう知ってると思いますけど MC の福山潤です。そして皆さん知ってると思いますけど同じく MC の豊永俊之です。よろしくお願いします。そしてはい、そして皆さんご存知の石川海人でございます。よろしくお願いします。さあということで本日も石川さんにお付き合いいただきますので、うん、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。わちゃわちゃ。さあそれでは早速コーナーへ参りましょう。石川海人マネージャーアンケートクイズ。なんでこれどういうことですか。いやーやっぱりね、あの、はい、海人には前回つか前々回も含めて、はいはい、登場してもらった時にやっぱり大変なことばっかりしてもらってるから申し訳ねえから、まあまあまあ確かにね、だからもしかするとその2回でイメージダウンをしてるかもしれないと、これはいかんぞと、そうです、ね、思いましてスタッフが気使った結果、はい、マネージャークイズをしようといういやこれマジとどめなのよ本当に2度目の可能性が全然ありますから、追い打ちな感じがしますよね。本当にありますよ。だいたいあのマネージャーいいことしか言わない傾向にあるけど、やっぱマネージャーも人なんすよねどうなることやら本当に怖いでございます。はい、というわけでございまして、はいはい、今回はなんとですね、カイトの事務所のステイラックのマネージャーさんに事前アンケートにお答えいただきました。でその内容をもとにですね番組がクイズを作成したので性格悪いな答えつつ内容をご紹介したいと思いますよ。なんだと思っとるちなみにカイト君今のマネージャーさんとの付き合いは何年、うんうん、いやこれがですね半年なんですよ。僕はまあ見てもらってるっていうメインのマネージャーさんがいらっしゃって、ちょうどそれが半年前に変わったんですよ。はははは。なんで今のマネージャーさんとは半年の付き合いぐらいしかなくて、逆にいいよ。確かにそれぐらいの時期一番フレッシュな状態が一番いいんだ、うんうんうん、あそのぐらいの時期が僕一番嫌とか言ってたいやだって仮にさこれがさ5年もついてたとするじゃん、はいはい、そうするとあこれはカイト君を美味しくしなきゃっつって多分ちょっとひねった回答してくるから、なるほど、今が一番素直なのが出てくるってフレッシュな回答が、ね、これ素直だった場合の方が番組的にお前何があったんだ逆に楽しみになりましたね、はい、というわけでいきましょう、はい、最初の質問はこちらです。どうぞ。石川海人さんの性格を一言で言うと。半年の人に聞くそれめっちゃ難しいと思うけど、人間観察力があるとしたらね、まあマネージャーにとっても必要な能力ですね。ということでファイトボードで書いていただきましたね、はい、ということで発表していきましょう、はい、一斉にいきますよ、せーのドン。はい、トシ意外と子供、カイト怖い、福山クソ細かい、クソいりましたそれ、いやいや細かいよりもクソの方がなんかね印象がねあるんじゃん。まあ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 、はい、さあということでございまして、はい、マネージャーさんの回答はこちらです。どうぞ。真誠、え、んどういうこと、一言っていうのは一文字だと勘違いしたんじゃん、マネージャーさん大丈夫、あの、ね、一文字大丈夫、自分を偽ることなく思っていることをまっすぐに伝えられるところに石川海人らしさを感じて真誠という漢字が思い浮かびました。ちげえよバカ野郎ちょっと待って、仕事の連絡ロミオメールで来る、まずいなーいや、漢字一文字かもしれません、あり、なしとか面白いじゃない、いやー面白い、いいね、面白いじゃない、天然さん出てるないいよいいな、ちょっと僕も知らなかったマネージャーの一面が見えちゃった、ね、というわけで、じゃあ2問目いきましょうかね、はい、こちらの問題です。どうぞ。石川海人さんがこれがあったら喜んでくれるケータリングや準備品は。これはね僕自身のことでもあるんで、うん、僕は僕の気持ちに従って答えればいいですね。だからここでむしろ答え合わせをしたいよね、海人さん、なるほどね、俺はこうだよ、分かってんのか分かってないのかどっちなんだ、くわ怖はい、というわけで答えが出ましたね、はい、それでは一斉にせーのどうぞ、はい、トッシードーナツ、そしてカイトがタンパク質、はい、俺自分の車のミニカーおー、いらないなうちらの業界さ、自分の車好きすぎるやついるじゃん。まあ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 。カイト君もそうか、好きだっけ。僕もそのラインではあるんですけど、自分のその化粧前とかにカイト乗ってる車ミニカーが置いてあったら、あ、分かってんなっつって。いや何のためにって聞いちゃうかもしれない。タンパク質。タンパク質ですね。はい、トシはドーナツは？はい、もうよくわかんない。なんかもうとりあえずドーナツ置いてあったら、あ、ドーナツだって食べるから。カイト君食べるかな。食べないなさあ、答えは何だったんでしょうか、はい、正解はこちらです。どうぞ。ノンシュガーのエナジードリンク。ああ、はい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 。ご自身で買ってくることが多いのですがと。まあそうですね。自分で買って入ることの方が多いかもしれないですね。なるほどね。たまに会話すれると、うん、お財布渡してマネージャーさんに
申し訳ないけどお金いくら使ってもいいからこのノンシュガーのエナジードリンクだけ買ってきてくんない？え、マジでいくら使ってもいいの？え、マジで？じゃあ入ってるよ。じゃあ俺ら買ってくる。明日一緒じゃん。俺が買ってくるよ。いくら使ってもいいんだろ。わかりました。それで俺福山さんがいくら使うかまでを楽しみにしてます。じゃあということで第3問いきましょう。こちらです、どうぞ。石川海人さんに普段とのギャップを感じた瞬間、もしくは可愛いと思った瞬間は？うわあ、さあシンキングタイムスタートです。可愛いと思った瞬間、カイトの可愛らしいところか。待ってください。そこで悩むのはおかしい。さあ皆さんの回答一斉にオープンです。どうぞ。バン、はい、ドン。はい、トシ、カバンから猫耳が出てきて、やばかわいい、かわいい、かわいい、おはようございます。にゃんおさね、いいね、やるか、やってほしいよ。カイト、いつもかわいい、いつもかわいいと思ってくれたんです。なるほどな。やっぱりね、自分家の商品ですから僕らは。確かに信頼関係だもんね。かわいいところを前面に押し出していかないといけないから、かわいさをいつも思ってないといけないはず。あ、なるほどね。あの現場とかでちょっとあの子役の子とかもいたりするから、たまにね、その子がツインテールとかした時につぶやいてたところとか。おお、ちょっと怖いなそれ。さあ行きましょう。正解はこちらです、はい、どうぞ。食べ終わったお弁当の空き箱を開封前の状態に戻し、どのお弁当にしますかと楽しそうに聞いてくる姿を見て、意外と子供っぽいところもあるんだなと思いました。カイト、そんなことしてんの？いや何やってんの？カイト何やってんの？違うんすよ。え、食べ終わったお弁当でしょ、うん、僕だけが先に食べ終わってるやつをきれいに開封前と同じ状態に戻して、うん、あのマネージャーさんとかメイクさんに、うんうん、そのどのお弁当箱にしますかつって出して、ハズレのやつ引いたら、あなたはそれですっていう遊びをずっとやってる。あよかったね、マネージャーさんそれ見て可愛いと思ってくれて思ってくれてるみたいよ。え、どういうことですか？お二人は可愛いと思ってないってことですか？いや、タッチ悪いな。次がなんと残念ながら最後の問題になります。あら、楽しかったのにこの。じゃあ早く終わってくれ。じゃあいきます。最後の問題はこちらです、どうぞ。石川海人さんに強いて言うなら直してほしい部分は？ちょっと待って、マネージャーさんのちょっと傾向を 今までの答えの傾向だったら、いや俺このコーナーで初めて真面目に書いた。よし、行くぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、これだろう。できました。はい、長いな2人とも。じゃあ行きますよ、皆さんの回答オープンです、どうぞ。ドンドン。じゃあトシ、ないです、ないです、そのままでいてください。言いそう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 。大嘘つきですよ。これでしょう。じゃあカイトは、カイトは、はい、機嫌を直して、はい、ずっと悪いの？機嫌悪い時、一応僕は前に宣言するんですよ、うん、僕は今日機嫌が悪いですって言うんですけど、悪い日の方が多いんですよ。なるほどね、はい、あでも素直でいいじゃん、うんうん、はい、じゃあ私、自分に厳しすぎるところがあるので、少し自分にも優しくしてあげてください。あ、両サイドいいです ね両サイドの優しさ、マネージャーの、マネージャーの鏡だね。そう、いや、なんか言いそうなのが嫌です ね, ね。じゃあ正解いきましょうか、こちらです、どうぞ。雨の日は傘をさしてください。マネージャー。マネージャーよ。イギリスか。急なんだよな。マネージャー。いや、僕傘ささないんですよ。え、なんで？苦手なんですよ。ほうほうほう。あの、さしても濡れるんで、うん、下手だから苦手なんですよ。傘をさすのが下手。下手なんですよ。めちゃめちゃ下手で、本当にさしてもびしょびしょになるから、もうさす意味ねえやと思ってささないんですよね。で、マネージャーさんとかもこうやってさしてくれるじゃないですか。うんうんうん、そうだよね。いや、いい、いらない、いらない、いらない。濡れちゃうとまずい現場もあるでしょ。いや、関係ないです。嫌だ。嫌だってなっちゃうんですよね。なるほどね。なるほどね、やめてください。このクイズで分かったことは、カイトのことよりもマネージャーさんに興味が湧く、はい、クイズは以上になります。ちなみにクイズではないんですが、他にもこんな回答があったので、ちょっとご紹介させていただきますので、こちらです、どうぞ。はい、一時期キラキラ星を口笛で吹いている時があったと思うのですが、あれはご機嫌だから吹いていたのでしょうか。少し不気味だったのでおい、言葉選びがあるだろ。いや、そうだよ。だってさ、キラキラ星を歌うでもなく口笛でしょ。これアニメの演出だったら、多分誰かやってきた後のシーン。そう、うん、違うんですよ。普通に歌苦手なんで、うん、歌を練習するのはちょっと微妙だなと思ってて、うんうん、でたまたま自分が出る朗読劇でキラキラ星をこう演奏するっていうシーンがあって、うんうん、でまあそれはちょっと実際にやるわけじゃないんですけど、うん、知っといた方がいいなと思って練習してただけなんですよ。うん、なるほど。はい、すっげえ真面目な理由なんです。なるほどなるほど。理由はね。ただマネージャーさんからは不気味だったらしい。もうお前の前では演技の練習とかしない。ぜひこの後も仲良くしてくださいね。はい、ぜひ。というわけでございまして、マネージャーさん誠にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。以上、石川海人マネージャーアンケートクイズでした。わちゃわちゃ。
さあ、お待ちかね漫画朗読の時間ですいけるかな俺今回朗読する漫画は秋葉 JJ 子先生による復讐仲介人でございます、うん、では福山さんストーリーの見どころお願いします。はい、クズどもへの復讐を受けよう男カムロ、完全犯罪をモットーに綿密な計画と完璧な準備を行うが、最後に手を下すのは依頼者本人だったとなっておりますと。はい、ありがとうございます。ちなみにこの作品ですね、依頼人が来て物語が進むという、オムニバス形式なんですけど、主人公のカムロもですね、カムロ自身も過去の事件の真相を知るためにこの仕事をしているというところで、まあ、一本筋はあるけれども基本的にはオムニバスです、展開しているというのが、まあ、謎に近づいていけるのかどうかというのも楽しみの一つとのことでございます、はいはい、では、そんな復讐仲介に朗読していきたいと思います、読むのはある父親の復讐シーンです。それではお聞きください。どうぞ。完全犯罪なんて、本当は死刑になってでも自分の手でやりたかったのに、その腕がないことが悔しくてたまらない。安心しろ。左腕一本あれば人くらい殺せる。ご存知なかったか？うちは復讐代行屋じゃないんだ。計画や準備は手伝ってやるけど、それだけ。だってそうだろ？復讐なんてのは自分でやるから意味がある。その業を背負うことも含めて、な。あんたの憎い相手を始末するのは、あんた自身だよ。僕が、あの男を、この手で。善意のつもりか？人の役に立ってると思ってんのか？裁判で戦う選択肢は与えた。依頼者が決めたことだ。復讐なんかで人は救われない。今日、お前の目的は理解してるよ。だけど、救われたくてやってんじゃねえよ。俺もあの父親もな。聞けよ、おい！地獄に落ちるぞ！神だの、仏だの、地獄だの。そんなものがあったら、救われるんだろうな。ナイフとか必要なら好きに使ってくれ。はい、お借りします。この男、あの事故の父親。やっとお前に晴美とカナの味わった苦痛を教えてやることができるな。殺す？俺を殺す気なのか？全身打撲と骨折、それに晴美は内臓破裂、カナは脳挫傷、二人とも即死じゃなかったそうだ。僕が意識を失ってる間にどれだけ苦しんだんだろう。冷たい雪の上で。こんなこと無意味だって分かってる。この男の命を奪っても家族が戻るわけじゃない。自分も同罪になるだけ。お父さん！本当にいいのか？地獄に落ちたらもう二人に会えない。謝罪しろ、心から。やっぱり僕には。そして裁判で。あの日運転してたのは俺じゃねえんだよ。一緒に乗ってたやつ、本当はあいつだったんだ。泣き疲れてよ。俺がやったことになっちまった。引いたのはお前じゃないと。そうさ、俺は戻って助けろって言ったんだぜ。だから やるならあいつをやれ。なんてやつだ、この後に及んで。そんな嘘を聞きたいわけじゃない。僕は覚えてる。運転席にいたのは間違いなくお前の誠意はよく伝わったよ。はい、ありがとうございます。よかったよかったよかった。さあ、ということで実際朗読させていただきましたけれども、まあ、まさにその実行するシーンというか、そういうところをね、描写させていただきました、はい、いやでもやっぱり例えばさ、はい、受け負いますっていうところで、いわゆる代行、完全代行っていうよりもやっぱ
復讐をしたいわけだから、ね、自ら手を下したいよねっていう、うん、なんかそれをお膳立てしていくっていうところはやっぱ斬新だったなと思いましたね、うんうんまあ、ある種人間のその心理に基づいてるというか、うんうん、っていうようなその、まあ、代行じゃないっていうところがね、うん、一つポイントではありますね、うんうんうん、あとはまあ僕は今回朗読してて、うんまあ、やっぱあの福山さんが演じられた、はいかなちゃん、そうね、はいはいはい、それに対しての次のモノログが本当にいいのかっていうセリフ、うんそうね、別の意味にならないようにやるのがすごく大変でしたね。そうだね。あのかなちゃんをいかにやるかによって本当にいいのかというその復讐の重みも変わってくるから、そうなんです。俺はね声優人生をかけたね。 あれほど俺は食材の気持ちで読んだお父様ない。ごめんねトッシーっていう。そう、やりづらいのは分かってるんだって。だけどここには俺かカイトしかいないんだよ。そう、選択肢は俺かカイトかユニゾンか。そう。ちなみにこれ編集部さんからも一押しポイントをいただいておりますので、はい、ちょっと紹介させてください。お願いします。はい、主人公のカムロはあくまで復讐の舞台を整えるのが仕事で、最後の一撃は依頼者本人にさせます、うん、淡々と整えていくところはよく考えると怖い部分かもしれませんと。そうですね、うん、であのやっぱその都度その都度依頼人の人たちも、うん、あのオムニバスなので、うんうん、一個一個バックボーンというのがちゃんと描写されてからこの自尊心行くじゃないですか、うん、やっぱその流れも知ってるからこそ、うん、なんかそのカムロが淡々とやる部分が、うんうん、より一層なんか考えさせられるものがありますよ ね、うん、ね何よりもその準備だけで行くっていうところもちゃんと綿密にやらないと失敗もしてしまうから、そうです、ね、何気に感情がないからこそそのいわゆる復讐本人の、うん、だからそこのところはねかなりミステリーリアスですよね。あ、さあということで皆さん、うん、今読んだシーンについてどう思いましたでしょうか、うん、ぜひ感想をコメント欄に書いてください、うん、以上コミックシーンはおすすめ漫画朗読のお時間でした。わちゃわちゃ。さあということでここで視聴者の皆様からですね質問をたくさんいただいておりますので一問一答形式で、はいお答えいただければと思います、はいはいはい、トントン参りましょう。わちゃわちゃネーム、はい、なーちゃんさん、はい、カイト君の好きなラブコメ系統を教えてください、うん、1対1かつ、登場人物みんないい人。おお、幸せな世界がいいですね。いいですね。幸せが一番ですね、はい、で続いてわちゃわちゃネーム、はい、リナリアさん、はいはい、豊永俊之さんと石川海人さんはとあるコンテンツで漫才をしてますが、その時の練習の仕方など聞きたいです。はい、豊永さんの楽屋に行って一生グダグダしながらやってる。はい、あ、リアル漫才？リアル漫才です。コンテンツですけどね。あ、すげえ大変なことさせられてんね。そうなんですよね。頑張っています。おお、はい。いろいろ相談しながらやる。そうですね。はい。では続いていきましょう。わちゃわちゃネーム、寝ない子どこだここださん。最近買って良かったものはありますか？フェイスポインターですね。何それ？何？フェイスポインター。あのモノマネの時にするほくろとか。違います違います。そのフェイスペインターですね。ああそうか。ポインターっていうあの顔のなんかこう、うん、筋膜をリリースする、うん、なんかペン状のなんかカシュカシュする機械があって。あ、電子針みたい、電気針みたいな感じ？でも全然電気とかじゃなくて、うん、単純になんかこう弾力で顔の筋膜リリースを促すっていうやつがあるんですけど、うん、それがめちゃめちゃいいんですよ。うん、顔のむくみとかシュッて取れるんで、皆さんぜひともフェイスポインター調べてみてください。うん、ね、いや調べてみます。どこの方なのかって感じですけど。そうだね。はい、じゃ続いて、最後ですね。わちゃわちゃネームみーたんさん、はい。石川さんは時々お話の中でダジャレを言ってるのを聞いて福山イズムを感じています、うん、石川さんがダジャレを言うようになったきっかけはありますか？それは福山さんでしょ。いや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 あのね、ダジャレを言う人って大体そういう言い訳を持ってくるんですけど、自分の中にある人しかダジャレを言わないので、ね、いやいやいや、そんなこと絶対ないんですよ。だからね、あなたの中に言葉に対するその愛が深まって、やっぱり言葉ってパズルだから、はい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 、はい、そこの中でダジャレを足して、あなたは立派なダジャレを駆使する人ですよ。嫌です。ダジャリストですよ。嫌です。ちゃんとでもエピソードとして福山さんに影響されたってエピソードありますからね。今の和速の速さも福山さんリスペクトですからね。ああ、なるほどね、わかりました。おかげで俺全然入れない。そのテンポに全然入れない。わちゃわちゃ。さあということで石川さん、はい、わちゃわチャンネル全3回の出演となりました、うんうん、あっという間にエンディングでございます、うん、いかがでしたか？多分いろいろやって、うん、重いなこの番組は。本当に重いですね。でしょ、毎回俺がやってんだよそれ。いや、カロリーがすごい。でもやっぱり人間、うん、たまに重いものを食べたくなるじゃないですか、うん、どんな状況でも。だからこういうのがあってもいいなとは思いましたよ。なるほどね、よかった。ただたまにでいいです。まあ、とりあえずマネージャーさんと反省会だけは。そうね、そうね。生かしてやれなくてごめんねしか言えないです俺は。
やでもね優しいね、はい事務所さんで、はい本当にありがたいなと思います、はい、なのでまただいぶ時間経ったらまた呼びますんで、うん、あもうぜひお願いします、はい、来てください、はいはい、よろしくお願いします。さあそれでは恒例のセリフがございまして石川さん、まあ、今回ですね、まあ、ちょっと作品が作品でしたので、うん、ちょっと復讐心を燃やす感じでわ、うん、かりました。チャンネル登録のお願いをお願いできますでしょうか、はい、それでは参ります。はい、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。さすがです、よろしくお願いします。ということで、本日のゲスト石川海人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。わちゃわちゃ。さて本日朗読した漫画はコミックシウマで先行配信中の人気作、続きが気になる方は画面に表示されている漫画読むと書いてあるヨムビーのアイコンをタップしてね。せーの、みんな見てね。バイバイ。